にちは。前回はエルフの森、エルフの集落の奥のトレントの森っていうところで指輪を無事修復することができました。しかも2つ、ムーンストーンとトパーズですね。光属性、これもなんかできそうなので、次の精霊に会えるの楽しみなんですけど、っていうところで次12星座の塔に行こうっていうところからですね。契約の指輪を修復することができましたね。これでルナと契約することができる。ところでそのルナってどこにいるの？ルナかどうかは知らないが、十二星座の塔に精霊がいるらしい。じゃあまずはそこへ行ってみましょう。追い詰めたぞ魔人剣。あったれアイスニードル。これでとどめだ。行けイフリート。よしやったー。ゴキブリが出たくらい大騒ぎしないでください。大騒ぎするよ。ミント何言ってるんだよ。いいな、魔人剣とかめちゃめちゃ良さそうじゃないか。アイスニードルのもいいよな。凍って動かなくなるし便利だな。私も魔術使えたらな。剣技でもいいけど。で、これからどうするの？十二星座の塔へ行くんだ。フレイランドとミッドガルズの間にあるという塔ですよ。そこにいる精霊と直した指輪で契約するのさ。で、これからどうするの？十二星座の塔へ行くんだ。フレイ…というわけでフレイランドとミッドガルスの間っていうわけなので、まずフレイランドに向かいましょう。フレイランドとミッドガルスの間ってどういうことなんだろう。あ、そこ繋がってるんだ。あー、私ちょっとなんか地図勘違いしてたかもしれない。アルバニスタのさ、なんか上の方行けばミッドガルズに着くかと思ってたんですけど、地図見る限りここから行くんだ。そうだったっけ。ここに来て変わったりしないか。とりあえず街寄っていく。何も変わんないかな。暑いね。はい、食材買ってきました。そういえばバジリスクの鱗を集めてた時に、そう、砂漠をうろうろしていた時に塔を見えたんですよね。あれ変わんないかな。あ、今見えたけど一瞬。休まるね。ちょっと休みながら行こう。ほら、あれあれあれ、あれをちょっと目指していきましょう。オアシスに寄りながら。こうやっていくのか。フルーツジュース作ってるか。おじいさん見えなかった。どうじゃ、江戸っ子は見つかったか。エドワードです。よし、回ってけばいいのかな。どっから入れるんだろう。そこ、あそこに行きたいんですよね。あそこだと思うんで、多分回ってけばいける。されますわ、ブッシュベイビー。このオアシスにはブッシュベイビーがたくさん住んでいますね。あ、あれはみんな僕の友達なんだ。どういうこっちゃ。さて、こっからがわかんないぞ。抜けられんのかな、これ。なんだっけな。回っ
していけ。そう？なんだっけ、こっから行けそうって話か。あっちの、あー橋渡っていくとミッドガルドの方なのかな。ねえ、めっちゃ気になるね。また行く時来ると思うんで、その時あっちは探索しましょうかね。あー、ここじゃないっぽいですね。この塔じゃないっぽいです結局あれな、橋渡ってかなきゃいけないんだこれどっちだっけ。あ、こっちこっちこっち。これを渡ってこっちがもうミッドガルズの方なのかな。どこにあんな。ちょっと地域放送流れてる間ちょっとぼーっとしてたらハテナって出てなクレスごめんね、ほっといてで、あの右上にさちょろっと見えるやつだ。これが多分なんか何この豪華な、なんだこれっぽいよね。何これ。なんだ。月と惑星かな。ちょっと入ってみまーす。そうか。そして奥に見える。ちょっと楽しみ。よし、行ってみよう。来た。十二星座の塔。この絵が多分違うんですよね。これは何だろう、羊？これは何だろう水ガメ？あれ牛かな最初の。なに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 、くる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 なんだろう、何ですかね、ついてくるのかな。あ、近寄ってくる。人にあらざる者が歌う勇ましい歌を望む。歌か。ちょっとこれ当たってみていい。あ、なんだ、なになに、何ですか。これは敵か。アイアンゴ、いっぱいいるいっぱいいるいっぱいいる。アイアンゴーレム、ディプレイブドーモンク、メディウム。後ろでやって唱えてくるのかな。飛ばしてやるわ。おじさん倒しちゃったよ。お姉さん、シンガンナックル。例えばやっと作戦を変更したんですよね。なんかミントが補助魔法、補助系を使わなくなってると思う最初からやっとけばよかった。確か奥の敵を狙えとかにしたかな。どうしても魔法が多すぎて眠くなってしまうので、あ、おとととと、勇ましい歌か。とりあえず貝探索してきますか。あっち真ん中行きたいけど、いやー分かんなそうだな。ここなんだなんだ。はい、歌変わるんだ。あ、おじさん、リプレイブドモン
声が。元気よく見えるわ。こっちか。あ、同じ感じか。変えられるんだ。普通にレジストリングとか落とすんだ。クラス、私が作ろう。またちょっとハンバーガー食べながら。うーん、4種類感覚 ?4 か分かんないけど。あ、これ楽しい曲だ。アーシェのテーマってわけじゃないか。どんだけ楽しい塔なのここ。あ、怖い曲だ。よし、じゃあ勇ましい歌流しながら進みましょう。何言ってんだろ。真ん中の人はなんだ。あれ、普通にタリスマンとか落とすんだけど、あれ、ここも多くなのかな。え、小部屋多すぎないか。あ、宝か。あ、アクア人間なんですか。アクア人間、装備品。あ、魔術書なんだ。不可解な動物の皮で、なんか謎な本ですよ、クラスさん。上がる。水属性。よし、スペクター。あ、ピコンピコン当たるだけ。何なんだろうな。あ、バジリスクロコ、セージ。よしよしよし。アップルグミがありましたが、誰か減ってる。よし、じゃあ勇ましい歌もう一回ちょっとオンにしてきます。ノリノリになって、あ、あそこに行けるようになったのかな。ほい、あ、ほいかな。こうやって進んでいくのか。ここ、3回来た。いっぱいあるな。ここ宝物がある感じかな。アイアンゴーレムがアイアン系落としてくるけど、これは強いのか。アイアン、あ、そうそうそう、あ、弱いやつか。アイアングローブ、あ、そうそうそう、あれですね、お金になるやつか。あれ違った、行動が。次何の歌だろう。楽しい曲だこれ。先にあれ、石像を見て、あ、そうそう、からだし、むちゃむちゃだな。ブレッドがありましたが、じゃあ料理しよう。私が作ろう。楽しいな、ここ。あ、シェイド、なんか新しいやつ出てきたな。魔法使ってきそうな。使ってきてるよ、使ってきてる。あの形はなんかルーンボトルとか落としてくれそうだけどな。レイスのイメージだけど。
や、ゴーリンはマジで硬いのよ。サイクロン、いや、サイクロン様様ですけど、シシフリット、イラクション、あ、ひどい、アーチ魔法あると違うね、ずっと抜けてたじゃん。オッケー、はっ、やっ、へい、アイストネーダー、あ、私アイストネーダーにしたっけ、やっ、やっ、サンダーブレードがいいな、サンダーブレード、やっ、は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 い、やっ、やっ、はっ、はっ、あ、すごいすごい飛ばされちゃった、大丈夫やった、めっちゃ飛ばされてたな今、あんなの見たの初めてかもしれん。ここも曲かな、何にしていいか分かんないからな、だからホーリーシンボル、ホーリーシンボル、あ、持ってるか、楽しい、ここは曲によるけどね、あ、人にあらざる者が歌う楽しげな歌を望む、これでままでいっか、じゃあ宝取りに行こう、宝宝、ここは歌か、めんどくさいなオレンジ組、あ、ナイスナイスナイス、アーチが TP 民謀よねファンタジアは、よし、私が作ろう、みんなダンジョン潜るたんびに料理がうまくなって、こんな場所だったっけか、なんだっけ、テイルズ・オブ・ファンタジアクイズの時にさ、十二星座の塔で、十二星座の塔でなんか私が作ろう、暗き歌を望むだったか、なんだ、悲しき歌を望むだったか、そんな答えのありましたよね、全然覚えてないけどクイズこのことだったんだ、何回乗ってましたっけ、あ、これこれが、やっぱお化けモンスターレンボトルを落とすわ、お金困ったらこれだなで、先行けるかな、よし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 、よし、これ何階建てなんだろう、まだ4階だよ、人にあらざる者が歌う静かな歌の、やっぱいけないんだ、よし、じゃあまた見ていきますか、すごい作業なんだけどあ、うるさいなこれは大変大変、だからだから、オレンジ組待ってましたの TP あげようかな、なんかシャムボトル、そろそろ使うシャムボトル、結構手に入ってるよね、なぜゴーレムはパンを落とすんだ私が作ろう、クロさん何気にさ料理作るの得意なのかな、ポンポンなんか星作り出せるんだけど、どうなんだろう、あとあれだ、ミントから分配タイムをしたい、ごめんね、いつもチャージ、チャージ、ドラムに見に行きます、ここってこういう曲なんだね、
あ、カニだ。私カニ座なんで。何気にここのなんか星座のイラスト可愛いよね。リーフってここ入ったっけ。プロテクトリング、リングめっちゃ手に入る。どうしてゴーレムはブレッド落とすんだ。いただきます。私が作ろう。あれ違う、それでもない。これでもないぞ。左っこだ。お、早いよね絶対。クラスさん料理できるんだやっぱり。やばい、問題のアーチェだよ。私の番だよ。怖すぎるわ。みんな毒とかなってない？大丈夫？アーチェがね、どっかで多分話多分出ると思うんですけど、あのフェイスチャット的なもので。めちゃめちゃ料理下手くそなんですよ。マチリスクロコ、パナシアボトルはいっぱいだぞ。どんだけ作る。結構さ、なんかおじさんもパン落とすわ。私の番だよ。なんでだろう。さあ、アーチェのその熟練度を上げる回数って結構えぐい回数だった気がするんですよね。ちょっと飽きてきました。これちょっと顔怖くない？5回来たよ。料理を楽しみに進んでいこう。私の番だよ。もう怖いよ。めっちゃ明るいのもまた怖い。人にあらざる物が歌う暗き歌を望む。あ、これがクイズだったかな。わかんないけど、暗き歌か、デミテルの曲か。戦ってるうちに忘れそうになるからな。シルバーケープ、和むけどな、この曲いいよな。こっちだ。暗き歌、暗き歌、ヒートシンボル、大変な。真ん中行こう。同じ構造だよ。これは？おお。これじゃない。ナビットシンボル。暗き歌、暗き歌、忘れた。ライブもう録画してるけど、終わるまではやりたいな。これじゃない。この曲だ。よし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 、これこれ。右側でも行ってないよな。ご飯食べよう。あーちぇ、私の番だよ。星1個つくのいつどんぐらいかかんだろう。食材なくなるわ。ほんとに。マント。ここから出てきたところでしたかね。わけわからん。これはいじんなくて大丈夫。よし。先進もう。もう5階でいいよー。はい、ご飯タイム。私の番だよ。まだつかない。まだつかないよ。まだある。
もういいよ。6回来ちゃったよ。人にあらざる物語とは勇ましいと望む。まなんかもう見たことあるし、勇ましい歌ね、次ね。ガヨタから。はい、料理。私の番だよ。つかない。ああ、違う。熟練度がつかない。レジストリング何個目よ。やば。ちょっと。アーチェ、マジでやばいな。あ、変なとこにある。いつもと場所が違うぞ。違う。あれ、忙しい歌だったよね。はい、料理タイムと。私の番だよ。たかもしれん。私アーチェの熟練度っていうか料理のやつ相当かかるな、これ。そろそろやっぱ料理していきましょう。バトルごとにやってもいいかも。食材基本的にいっぱい買ってるので。押す。あー、これじゃない。デミテルじゃない。豆に料理。私の番だよ。つらい。何も起きない？なんでなんでなんで？同じ歌ってこと？そんな、あれ？何も起きないってどういうことだろう。これじゃないよ。こっちは？宝か。ラビットシンボル。ブラックオニキスだ。よしよしよし。なんか同じアイテムいっぱい手に入ってる気がする。私の番だよ。アーチェよ。アーチェよ。熟練しないんか、お前。ハンバーガーでさえ。どうしよう、この塔がさ、10回ぐらいあったら。私の番だよ。1個ついた。何回やった？ 10 回以上やった？ 10 回ぐらいやったかな。ルーンボトル持てない。なんと。そっか、いっぱい手に入ってるんだよな、そういえば。ラベンダー、レモングミ、タリスマン。お、すごい。すごい溜まってますな、あの辺。アワグラスとか使う。ブラックオニキスも借られるの？あ、ムーンクリスタルなのか。そうか、そうか。ジェットブーツ。これは？フォースリングになった。アクセサリー変えられるの面白いですね。これ変えると、あ、ブラックオニキスか。そっかそっか。無駄に使ってしまった。よし。ここで終わってほしいな。はい。よしよしよし。次7回かな。なんだお前らは。なんだお前は。こっから先はルナお姉ちゃんの部屋なんだぞ。勝手に入るな。なんだお前。ハエか。なんだ。僕はル
ナお姉ちゃんのお月の妖精アルテミス大。あ、でもルナが、ルナがいるんじゃん、上に。妖精だって。あの伝説に出てくる超古代文明末期の戦争で死滅したと言われている超生命体の妖精なのか。そういうとよくわかんないよ。まさかまだ生き残っていたとは。へーんだ、そんなに簡単には死なないもんね。とにかくこっから先は当選もない。どうすればそこを通してくれるんだ。そうだな、それじゃあそのピンクの髪の女の子が誰かとキスをしたら通してやるよ。そんな僕でもいいけどね。え、あたし？アーチェ、アーチェ、ちょっと待てよ、ルナに会うためだからね。でもそんなに嫌がらなくたっていいじゃない。そういう問題じゃ。さあ行くよ。あーちゃダメだって。チュッチュッ、ダメ、いけません。アミット、なんでさ。ダメだよ、あーちゃ、これからいい人出てくんだから。キスなんて軽々しくするものじゃありません。じゃあルナに会えないじゃん。どんな理由があってもいけません。アルテミス、いたずらはおよしなさい。お、ルナか。はーい。誰なんだ。アルテミス、あの本をその方々に差し上げなさい。お姉ちゃんって魔術師だよね。これあげるよ。これって呪文書じゃん。レイだ。ありがとう。この上の部屋にルナお姉ちゃんがいるよ。ごめんね、バイバイ。あー、聞けた。あの子なんだか寂しそうな目をしてたね。一緒に来るか、あの子。もしかしてあの妖精が最後の生き残りなのか。そうかもしれない。めっちゃ忙しい曲だな。戦うかな。大丈夫か。行ってみよう。あー、なんか飲み屋の看板みたいですけど。ルナさん、あれはもしかして精霊なのか。ちょっと精霊なのかな、あれ。あ、私は月の精霊のルナです。私に何かご用でしょうか。ドースを倒すためにあなたの力が必要なんだ。召喚の契約を結んでほしい。力を示せ通せならあなたの望むままに。相手が誰であろうとも私は戦いを望みません。しかしこの世界を救うために私の力を必要とするということであればあなた方の力となりましょう。すごい、本当か。ありがとうルナ、呼び捨て。では契約を。クレスたちは下がって。アルテミス、聞いていますね。私は行かねばなりません。一人で辛いでしょうがくじけてはいけませんよ。一緒に来ていいよ。それではムーンストーンの指輪を前に。我今月の精に願い立てまつる。指輪の名役のもと我に精霊を従わせたまえ。我が名はクラース。よし、ルナを召喚できるようになりました。無音。急に曲消えんだよなこのゲーム。ルナだルナ。月の精霊ルナを召喚するだって。すごい、なんか
スムーズに仲間に入っちゃいましたね。そういえば月の精霊の話って私途中までしか聞いてないよね。あ、ルナお姉ちゃんかわいそう。なんかこれいないか、なんだかな。アルテミスごめんね。というわけで無事にルナを入手することができました。はい、ちょっと悲しかったんですけどね。じゃあ今日はここまでにします。はい、ご視聴ありがとうございました。